はようこそお越しくださいました、心から歓迎したいと思います。で、今日のテーマは広岡麻子とその取り巻く人たちというテーマなんですけれども、まあ、彼女はですね、朝の連続テレビ小説の実在のモデルということで、まあ、一躍注目された人なんですが、この朝の NHK のドラマというのは昭和36年に第1回目放送がスタートしました。ということで今年で55年なんですよね。で、55年間の間に NHK の朝の連ドラが93本作られてるんですよ。で、この93本のドラマの中で28本は実在の人物をモデルにしたドラマなのです。で、この28本の実在のモデルのいるドラマのうち11本が実はクリスチャン女性の物語なんですね。朝もそうなんですよ。しかしながら NHK はですね、このクリスチャンの部分は捨てます。この NHK が捨てたのを拾い上げて、そうしてくっつけましてですね、今日はフィクションではなくてノンフィクションの広岡麻子の実像、そしてその周りにいる人々のことを知りたいと思うのです。というのは、そのことを知るということが実は9点10期9転び陶器のガッツの源泉に触れることになるのではないかなと考えているからですね。そしてですね、ちょっと今日はお話しする前にね、皆様に一つ聞いてみたいことがあるんですが、朝が来たを見ていなかったという方、ちょっと手を挙げてくださいますか。こんなにたくさんいるんですか。ありがとうございます。それでこのテーマで来てくださるというのはね、どういうことですかというね、本当に心から歓迎したいと思いますが、実はですね、この広岡麻子さんという方は今から150年ぐらい前に京都で生まれた三井家の、まあ、霊場であったんですね。江戸時代です。で、実は江戸時代には三大財閥というのがありまして、三井住友河野池っていうんですね。この三井と住友は今三井住友銀行ってなってますよね。河野池の方は三和銀行です。そしてそれが現在は東京三菱 UFJ 銀行になってるんですよね。さあ、この三井住友河野池の中の特にこの三井家というのは、スタートは銀行ではありません。呉服屋さんなんです。京都に本店がありまして、そして江戸にもお店があったわけですね。その当時からメイドイン京の着物というのはブランドなんです。そして江戸に三井家が呉服店を持っていましたが、そのお店の名前が三井越後屋呉服店って言うんですよね。この三井の三と越後屋の越で三越なんですよ。つまり今の三越デパートの前身というのは、まあ三井家の呉服店である。で、この越後屋のライバル店が大丸なんですよ。で、今の百貨店デパートっていうのはですね、ほとんど呉服屋さんが多い。どうして呉服屋さんが、まあ、京都と江戸にお店を持っている呉服屋さんがそんなにも大成していったのかと言いますとですね、その当時の実は日本の貨幣経済に理由があったのです。今ですね、円を持ってたら日本中どこでも買うことができますが、江戸時代は東日本は金貨が流通してるんです。ところが西日本の方は銀貨なんですね。これはね、一つの国でドル経済圏とユーロ経済圏が同居してるみたいなもんでね、江戸の人が大阪で物を買うときには、いちいち銀貨に両替してからでないと物を買えない。大阪の人が江戸で何か物を買うときには、金貨に両替してもらえないと物を売ってくれない。そこで両替商というのが成立しますよね。西日本と東日本と両方に店持ってたら、まあ金貨と銀貨両方入りますから、この両替手数料で収益を取って、そして呉服屋さんというのがどん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 大きくなっていくんですね。さて、この広岡麻子さんという方がお生まれになった時っていうのはですね、大変な激動時代でありました。彼女が4歳の時にペリーが黒船に寄って、そして鎖国やめて開国しろ、徳川家光がですね、日本はよその国と貿易しません、鎖国しますと言って260年以上、その260年後にペリーがやってきて、1853年ですよ。嫌でござんす、ペリーさん。
敗北勘弁してくださいって。で、いろいろ話し合いたいので1年間猶予をくださいというふうに幕府は答えるわけですよね。そして1年後にもう一度ペリーが来るんですが、その時にペリー、江戸幕府はですね、今までしなかったことをしちゃう。そう、何かと言いますとね、開国した方がいいのかどうなのかということを全国の諸藩大名に尋ねるんです。今までは徳川征夷大将軍が右って言ったら全員はは、左って言ったらみんなははとなったんですが、開国するかどうかという時にみんなはどう思うというふうに意見聞いたんですね。それを聞いた時に全国諸藩、特に勢力のあったグループは、うろたえてるな幕府って、260年以上続いている徳川幕府というのは、まあ揺るぎないような政府というふうに見えてるかもわからんけれども、これもしかしたらね、倒せるぞということで、このペリー黒船を境に幕末が始まる。そして全国から志士が集まってきて、まあ大変な騒動が起こるんですが、その全国の志士たちが集まってきたのが京です。そしてこの京に集まってきた志士たちを取り締まるために、新選組が送り込まれたり、見回り組が送り込まれたり、会津藩がやってきたりって、こういうことですよね。その時代に生まれたのが広岡殿なんです。で、この時代ですね、三井家というのはね、もうとにかくね、情報網がすごい。今までは約300年間安泰の日本歴史であったけども、これから激動の時代が始まろうとしてるぞとなってきますと、生き残りのためには、これはもうね、お金じゃない、人間に投資しなければならないということで、まあ、三井家ではですね、自分の息子たちにね、最高の教育を施すんです。もう京都でも有名な学者たちを集めまして、家庭教師につけましてレッスンするわけですよね。そして一生懸命ですね、こう時代を乗り切ることができるように教育を施していくんですが、その最高の教育を受けることができるのは男子だけです。女に学問はいらん。で、自分の弟たちがですね、最高の学問を受けてるのにね、幼い広岡麻子はですね、これはこの学問できない、それでね、盗み聞きしますのよ。で、ある時にはですね、弟たちが使ってないテキストを開き上げてそれを読んだりしてね、そしてですね、それが見つかりまして、13歳の時にお父様からこっぴっとく叱られまして、今後は一切の読書禁止。で、人間というのはですね、禁じられるとしたくなるんです。勉強しやって言われるとね、したくなくなるんですよ。勉強したらあかんって言われるとね、したくなるんですね。でね、女性がどうして勉強しちゃダメなのって、女というのは嫁いで嫁ぎ先に三味線とかお琴とか踊りとか、ご主人や姑さんを喜ばせるための芸事を習ってたらよろしい、女が学問したら生意気になるという偏見があったんですよ。で、ここまで言い返したいんですが、それ言ったらもっと怒られることでぐーっとこらえてるんですよね。で、幼い麻子がもう一つ気に入らんことがあったそうです。実は彼女は2歳の時にすでに結婚相手決められてるんです。そして17歳で、まあ、嫁入りに行くんですけれども、その彼女のですね、後に書いた本を見ますとね、自分の人生を人に勝手に決められて、その通りにさせられてしまうということほど悔しいことはない。なんでこんな結果じゃなかった、思いながら行こうとしているその顔に出たんですね。それでお父さんが呼び止めてこう言ったそうです。もし帰ってきたら、尼さんにして山寺に閉じ込めるからな。その一言で震えがって嫁いでいったというね、まあ、ドラマではですね、ものすごい仲良しの親子なんですけどね、事実はそうではない。さあ、嫁いだのが鹿島屋ということですね。さあ皆さん、これ何でしょう。中之島です。いきなりすいません。まあ川の中洲で中之島ですよね。で、この中之島っていうのは、まあ東西、いや南北に、太い道路が走っておりまして、こちらの方から栄筋、御堂筋、四ツ橋筋、浪速筋です。
そして御堂筋のここに大阪市役所がありますね。市役所の真向かいにいかめしい建物がありますね。日銀大阪支店、そこが五代友厚の家です。五代友厚ってディーン・フジオカですよ大阪の大恩人、彼が南海電車作った、造幣局持ってきた、大阪一大の前身作った、証券取引所も商工会議所も五代が作ってくれた大阪の大恩人、この五代のお墓はここから自転車で行きます。安倍の図書館の隣にあるんですよね。いや実に大阪にすごく馴染みがありますよね。そしてこの四ツ橋のここに大同生命の本社ビルがありますね。ここに広岡麻子が嫁いだんです。彼女が住んでいた梶間屋というのはここにあったわけですよね。さあこの梶間屋というのはですね、大阪で一二を争う両替商でね、その当時天下の台所ということでものすごく羽振りが良かった。貸し付けてるお金だけでね900万両、今のお金に換算すると4500億円。しかし現金なかったんです。全部貸し付けた証文だけだったんですね。そして明治維新が起こる、それがちょうど彼女が20歳の頃です。明治維新が起こって新政府は何をしたかといったら、結局ね借金棒引きの命令ですよ。帰ってくると思ってるから貸してるんですよね。ところが全然帰ってこないということで、まあ大阪中のあるいは日本中の両替商がバタ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 倒れていて、ほとんど生き残ることできない。この梶間屋も例外ではなくてですね、もうお金が入ってこないということでこのまま消滅というところまで行くんですが、しかしこの麻子というのはですね、ただの人じゃないです。20歳の小娘がねお月一人だけ従えて江戸まで出て武家屋敷に行って借金返済を迫るんですよ。で向こうに刀持ってるんですよ、武士だから。ほんで内緒であふれる、内緒も払われへんって言うんですけどね、まあ、彼女はですねもう独学で一生懸命勉強してましたから武士道を開くんです。武士って言ったらどんなものなのですかってね、全部返せとは言いません、減額返済で結構です、そういうことでね、まあ、結局ねもぎり取っていくわけ。もしこの彼女の活躍がなかったら梶間屋というのは消滅してましたね。しかし彼女のその大活躍によりまして資本が少しだけ返ってきた。その資本で一か八かの大勝負に出るのが、まあドラマでも出てきましたが炭鉱を買うということなんですね。でどうして炭鉱を買うというふうに彼女は目をつけたかと言いますと、ペリーの黒船は蒸気で動いたからです。保線じゃなかった。でいろいろこう歴史を勉強していきますと、蒸気機関を最初に発明したイギリスは産業革命を起こした、これからは蒸気を起こす石炭の時代だ、黒いダイヤモンドになろうということでね、さあ石炭の炭鉱を買いましょうということで、彼女はですねみんなが止めるんですけどね、これしか梶間屋が生き残る道はないということでそれを取るんです、買うんです、買うんですが出てこない。石炭で地下深いところに埋まってるんですけれども、どのあたりに埋まってるのかということをアドバイスする人のことを山師って言うんです。しかし辞書で山師を引きますと2番目の意味で怪しげな儲け話を持ってくる詐欺師って書いてある。やましイコール詐欺師になるのは、ね、ここを掘ったら石炭出ると言って実際は出なかったという実例がね歴史にいっぱいある。彼女も一緒、勝ったはいいけどもう掘り尽くされていてね出てこないというスカみたいな炭鉱買っちゃったんですよ。でその時に普通はもうダメだわとなるんですが、まあ、この辺りが違いますね。目で見んことには納得せんいうことでね、まあドラマでもありましたけどピストル持って、ちなみにあのピストルは五代さん関係ありません五代と麻子があったという史実は歴史的にですね記録に残ってないんですね。夢潰してすみませんということでですね、自分で手当てしたんですよ。
ピストル、そして現場主義ということを彼女はいつも言うんです。間に何かが入って報告を受けてるだけではダメ、トラブルがあった時には現場に行って自分の目で見て手で触れて聞いてそして確認しなきゃならない。確認して分かったことは、すでに発見されていた炭鉱は横掘りでも何もなかったけど、地下掘りしてない、縦掘りしてないということが分かるんです。縦に掘っていったらもっと深いところにある石炭が取れるとは限らないが取れるだろうということで、一か八かで大勝負に 出るわけですよね。そしてまあ大当たりですよ。これで梶間屋が息を吹き返しまして、この黒いダイヤ石炭で得た資本で銀行を作るんですね。さんがさん、この銀行っていうのはね、いわゆるコンツェルンの中核事業でございまして、銀行を作れば預金者の貯金があります。この預金をグループ企業の融資に使うことができますよね。だから大きな企業グループっていうのは必ず銀行を持つんですよ。銀行を持つことはすごく有利なことです。しかしそれはみんな考えることです。なので銀行だらけになっていく中で、彼女はですね、他の銀行にない違い先駆けてやったのはね、窓口に女性行員を置いた最初の銀行なんですよ。その当時ね、女の人は計算に弱い、算数数学は女性に向かないという偏見があったんですよ。そんなことあれへんかなーって私見てみーパチパチさんやみたいなね。それでこの子はというその後あの女性をですね、こうスカウトして1対1で手塩にかけて育て上げてね、どの男性行員よりも正確で仕事が早くて当たりが柔らかい。今皆さん日本中のね銀行の窓口でむさ苦しいおっさん座ってます。どこだって女性じゃないですか。ようやく時代が朝子に追いついたわけよ。これだすごい先見の目を持ってるという人物ですよね。さあそういうふうに成功していく中で、ある人物が朝子に面会に来るんですよね。成瀬仁蔵という元牧師で教育者でした。大阪の梅花学園の教師をやってた人です。で彼はですね、アメリカに留学して、そして帰ってきてですね、そしてね、日本にもね女子の高等教育機関を作りたいというふうに言うんですよね。その当時日本にはすでに大学がありました。帝大、東京帝国大学、京都帝国大学、いろいろ帝大がある、そして慶応大学がある、早稲田大学もある、同志社もある。でも全部女性は入学できません。大学教育受けることできるのは男性だけ、女性に学問いらないってね。だけどこの成瀬仁蔵はね、今世界中で1番から200番まですっごく貢献している先進国の大学200調べていた時に全部共学だったんです。日本だけ女の人だという理由で高等教育を受けることできない。で彼はね、この日本の将来考えていた時にね、若者たちにいい教育を与えるということは大事なんだけど、その若者たちに一番大きな影響を与えているのは、その若者たちが小さかった時に育てているお母さんです。お母さんを変えないと子供変わらない。母親を変える、女性が変わるというのはね、日本が変わると、日本が変われば世界が変わるだから世界革命するような意気込みでね、この当時の人々ってね、いちいち大げさなことを考えるんですね。そしてね、これは女性の教育が必要だということで、日本最初の大学設立にどうぞ広岡さん協力してくださいということで、彼女はですね、はい分かりました、30万円ポーンと、今の30万じゃない。そしてこのことについてはね、私ね和解を得たりですって、だからねこの問題についてはね、ちょっとね伊藤さんに相談してみたらって。伊藤さん、どこの伊藤さんだ、広文ってね、もうね政財界とつながってるわけよ。だから成瀬仁蔵がなんぼ教育熱心でやったとしてもね、この彼女の協力バックアップがなかったら日本女子大学はできてなかったんです。そしてこの日本女子大学に後に入学するのがトト姉ちゃんなのです。今の朝ドラの主人公ですよ。別に NHK から何ももらっておりません。とい
ね、まあこうつながっていくんですよね。さあ今日はですね、このドラマの中でなかなか、この見られなかった部分について、晩年に至るまで彼女が非常に急転び10億のガッツを持ち続けることができた秘訣についてちょっと考えたいと思うんです。お手元にプログラムがありますが、その裏面に聖書の言葉が印刷してありますね。今日は彼女が聖書から掴んだ3つの真理についてご紹介したいと思います。聖書の言葉、テモテへの手紙第1、2章というところございますか。今日はここから3つのポイントで皆様にお話したいと思います。第1番目のポイント、5節、神は唯一です。この世界を作りになった唯一の神がおられる。全宇宙を作りになった創造主なる神がおられる。これをね、彼女は人生のその最後、70歳まで生きられるんですけどね、60歳の時に発見して大きく人生が変わっていくんですね。60歳の時に何があったのかということなんですが、実はですね、彼女は胸に大きなしこりが発達するようになったのです。前々からしこりがあったんですが、それがどん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 大きくなって、拳2つ分ぐらいにまで大きくなってしまって、やがてそれが痛みとなって全身に倦怠感が及ぶようになりました。乳がんです。三井家ではね、何としても朝こう助けたいということで、広岡家も三井家も八方手を尽くしまして、当時日本の東京帝国大学医学部に世界的な外科の名医がいたんです。近藤というドクターがいたんですね。でこの方はね、日本で一番最初に胃がんの摘出手術に成功した人物です。でこの人に手術してもらおうということで、まあ、彼女は入院するんですけれども、手術するときに麻酔かけられますよね。その麻酔がかかって意識が落ちていく中で、彼女は生まれてから今まで経験したことがないような心地よい愉快な気持ちになったというんですね。その愉快な気持ちってどんな気持ちなの、後でいろいろ分析してみますとね、大きな大きな大きな存在に自分の大切な命を任せるというか、自分の命を抱き留めてくださる大きな存在に委ねることによるその心地よさです。で基本的に彼女はね、無神論なんですよ。で今までの彼女の人生っていうのは、これはね、とにかくね、抜かりがあってはならん、好き見せたらあかん、女からだということで舐められたらあかん、グループ企業の総帥として両方の方に全責任を背負いながら、とにかく信念とガッツと頑張りでしっかりしなきゃダメということで生きてこられましたよね。だから成功しました。素晴らしいことです。だけど末期の乳がんで死ぬかもわからないという時に、死を目の前にした時に人間のガッツとか信念とか頑張りって通用しないんです。体は手術台の上に乗っけて、そして肉体のことは近藤ドクターに委ねますが、自分の命は一体どうなるんだろう、意識が落ちていく中でね、死んだら無駄と思ってたんですが、大きな大きな存在が何か自分を抱き留めてくれるような、そのね、自分で自分を背負うんじゃなくて委ねるというか、信頼できる絶対者に何かを任せるということに由来する喜びで、次目覚ました時に手術終わりましたよ。その時に彼女はあの大きな大きな存在が自分にもう一度命を戻してくださって、そしてあなたにはまだ死なければならないことが残ってる。使命という言葉は命を使うと書いて使命ですよね。あなたはまだ命を使い切っていない、死なければならない使命があるので、あなたを生かしたというふうに大きな存在から宿題をもらったような厳粛な気持ちになったそうです。それからね、その大きな大きな存在というものを意識せざるを得ないというか、
あの大きな存在の正体って一体何なんだろう。もしかしたらあれが神と呼ばれるものなんだろうか。その正体を知りたいものだと悶々としていた時に、その手術を受けた年の年末、大阪府の知事から手紙が来るんですね。松井さんじゃないですよ菊池知事というね。でどんな手紙の内容かと言いますとね、大阪にも女子専門の大学校を作りたいと思うんだけど、日本女子大学校を設立したあなたや成瀬さんに直接話を伺いたい。それでは私の家に来て、大阪に高等女子教育機関を設立するためのその懇話会というか、それに参加してくれませんか。手紙もらうんですね。でその手紙をもらって、彼女はその知事の家に行くんですが、その時に成瀬仁蔵が自分の親友を連れてきてたんです。その親友が宮川恒輝という大阪教会の牧師だったんです。実はこの牧師との間に25回にわたりまして個人レッスン聖書入門講座を受けながら、実はこの世界を作りになった大きな大きな存在がいるんだということが頭で分かるようになるんですね。家を見たら大工さんがいると分かる。だったらこの宇宙空間の中で人間がちょうど住みやすいこの地球は、地球を作った大工にあたる存在がいてもおかしくないじゃないか。大きな創造主なる神がおられるんだということが頭では分かるんですけどね、でもねピンとこない。で彼女はね実証主義なんです。見て触れて聞いて書いて、そうでないと納得しない。だけど神って見えない、聞こえない、触れない。いや頭ではそういう存在がいてもおかしくないと思うんだけど、どうもピンときませんということを宮川牧師に言うと、牧師がこういうふうに言うんですね。あとね、あのね、神様という方はね、私たちの魂の親なんだから、理屈で考えるんじゃなくてね、甘えてみたらどう。子供が親に甘えるように、あるいは妻が夫に甘えるように、甘えてみたらどうっていうふうに言われた時ね、私人生で人に甘えたことありませんって。幼い時からね、親はね私に甘えてきた。結婚したら結婚したでね、ボンボンが甘えてきて、私ね人に甘えるってどんなことかね身に覚えがないので、そんな難しいこと言わんといてくださいって。で彼女はね聖書を一冊持って軽井沢の別荘でねこもるんですよね。でこんなに一生懸命探求して分かろう分かろう、自分の知力で神を分かってみせようとするんですが、そうできないということが分かってくる中で、自分の力で分かってみせるというのが分からせてくださいという祈りに変えられてくるんです。今までの自分の人生というのは自分が決めたら思い通りにする、でもそれが通用しない存在がこの世界にはおられるのだということが分かって、初めて創造主について目が開かれてくるんですね。私たちの作者は私たちの祈りを聞く方ですよ。で、彼女はですね聖書の言葉をこの創造主なる神の言葉であるというふうに信じるようになるんですが、その理由をですねあるところでこういうふうに語ってるんですね。日本の偉人の話を聞く会というのがあったんです。でね、講演者2人、で1人目の講演者が二戸部稲造という人です。前の五千円の人、今樋口一葉でしょ、前の五千円の人、もうこの二戸部っていう人ね天才ですよ。年齢偽ってね11歳で東京外大2番で入った、15歳で札幌農学校入って、19の時に東大に入るんですが、レベル低すぎて辞めるという。まあ後の東大総長、東京女子大学初代学長、そして国連事務次長として世界をまたに大活躍する日本が生んだ国際人、太平洋の架け橋二戸部稲造っていうね、その二戸部稲造が大勢の人々の前でこういう講演をなさったんですね。宗教の形式としては仏教でもキリスト教でも差し支えないけれども、とにかく
人生において最も大切なことは宗教的信仰を持つということです。まあ物質とかお金とかそんなことばっかり追っかけてね、目に見えないもので大切なものがあるでしょうということを言いたいがためにそういうふうにおっしゃったんですよね。2番目に縁台に立ったのが広岡佐子ですよ。彼女こう言ったんです。先ほど水戸博士は宗教の形式は仏教でもキリスト教でも差し支えないとおっしゃいましたが、私はキリストでないといけないと思います。本人の目の前でもうね、会場がギーッと固まる。信じてたら何でもいいっていうのは迷信盲信の類と一緒でしょ。真理ってそんなもんじゃないと思います。それね、本人の前でね言うやろうな、あの人は。で、なぜじゃあ聖書の神なのかという、二度目自身もクリスチャンなんですけども、彼はですね一般論の話をしようとしたようですが、まあ彼女は聞き逃せなかったんですね。で、ある他の場所でこういうふうに語ってるんですね。国家とか社会の基礎って何だろうと思ったら、それはやっぱりね家庭だと思います。家庭が崩壊したらどうなるだろう。崩壊した家庭からは子供もひねくれたり問題を起こしたりするんじゃないだろうか。だから国家とか社会の基礎っていうのはやっぱり家庭だと思う。そしてその家庭が幸せな家庭であるかどうかというのはね、一夫一婦制にかかってると思ってるんです。一人の夫には一人の妻だけ、一人の妻には一人の夫だけ、互いに一対一の関係で尊敬し合い愛し合って、これが素晴らしいことであって、目だけ何にも持ってそれで会食あるとか言ってたらそんなんダメやって言ってね。だからこの一夫一婦制ということを明言しない宗教は私は信用できないと言うんです。そしてこういうんです。私はいろいろ勉強してみたけど、一人の夫には一人の妻だけということを明言しているのは新約聖書だけです。一人の夫に一人の妻というのは2000年前からクリスチャンたちが守っていることです。そしてそれは神が人間が幸せになるために教えてくださったことです。なので私はこの一夫一婦制を明言している聖書に神の言葉を見ますということを言うんですね。で、なぜ彼女がそんなにこの一夫一婦制にこだわったかと言いますとね、実は彼女はね、めかけの子なんです。三井家の家系の中に、系図の中に彼女のお母さんの名前は出てきません。産むだけ産んだら出されてる。子供を産む道具みたいなもんでしょ。彼女はね、幼い時からお母さんの顔を知らずに育てる。そして実は慎吾郎さんと結婚しますけどね、慎吾郎さんに妾がいましたね。その妾っていうのは三井から嫁いでくる時に彼女の身の回りの世話をするためについてきた女中さんです。その彼女との間に3人の女の子と1人の男の子が生まれてる。その子供たちを自分の子供と変わりがないように分け隔てなく育てましたけれども、でもね、妻として複雑なんですね。名門の家を絶やさないようにするためには一夫多妻も仕方がない。解消のある男性はいくらでも女の人を囲ってもいいという、そういうことに美徳を感じるような、そういう時代をね、私の時代で終わりにしたい。それを実際に経験するということは本当につらいことである。聖書は一夫一婦制であるということをね、彼女がそれを聞いた時にもドスンと心臓の真ん中を射抜くようなね、そのような響きがあったんだと思います。人が幸せになるように書かれてあるこの聖書は人の作者であるからこそ書ける言葉であると彼女は信じているんですね。2番目です。もう一度このテキストですね。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。神との間に仲介者なるイエス・キリストが必要である。人生において最も大切なことは神に通ずる仲介者を持つことであるということを彼女は知るんですね。さて、実はですね、この広岡麻子さんは一人だけ実の子供を産んでます。
亀子さんって言うんですよね。でこの亀子さんには養子を迎えます。亀子さんの養子になったのが旧大名家家族、家族ってあの家の家族じゃなくてあの花の家族、日本にも貴族がいたんですね。一つ柳慶三さんという方が婿入りしまして、広岡慶三になるんですよね。この広岡慶三さんという方が大同生命の2代目社長と同時に我々とも関係がありますね。近鉄作ったんです。近鉄初代社長は広岡慶三、今川駅張中野駅ありがとうということ、区民の皆様にも利用されてるのではないでしょうか。でこのね、慶三さんに妹がいました、ね、一つ柳真紀子という方なんですよね。この真紀子さんと結婚なさったのがアメリカから日本にやってきた宣教師のウィリアム・メネル・ボーリズという人なんですね。まあ、この人ね、すごい人です、ボーリズ。まあ、彼ね、日露戦争の真っ最中に日本に来るんですよ。日露戦争始まった時にね、世界の中で日本がロシアに勝つと思ってる国どこもない。もうこのロシアに日本はコテンパンにやられてね、そして日本人の名前はね、もう全部ねロシア風になるだろうと。私なんかね、しゃべりの方みたいなピロシキしゃべりの方みたいな名前になってる。え、日本なんか、ね、今言ったら危ないでという時にね、いや日本の人たちにこの聖書の言葉を伝えたいということでやってくるんですが、彼が一番最初に入ったのはね、近江商人が作った商業学校なんです。でその商業学校で英語を教えるために赴任するんですが、聖書を教えたということで2年間でクビになる。クビになったので自分で設計事務所を建てるんですが、この彼の設計した建物ってね、今内外にね1600棟あるんですが、建築家の人たちから見るとものすごい財産だそうです。この近所でね、大丸心斎橋店の改築してますよね今ね。なんでパッと建たないかといったらね、あの旧館建てたの暴力で、できるだけ暴力が作ったのを残した新館にしようと思って、あんだけ時間かかってますね。玉造りに大阪城学院ってあるじゃないですか、あの大阪城学院のあのアールデコ調のあの建物、暴力山の上ホテルとかね、もういろんな建物建ててるんですが、それからね彼はね、あのメンソレータムを日本に広めた実業家なんですよ。一家に一個メンソレータムという、そういう時代があったじゃないですか。匂いかかって嗅いでね、あのメンソレータムの収益を使って伝道活動とサナトリウム結核療養者の人たちを助けるためにそれを使ってるんです。まあ教育者であり設計者であり宣教師であり実業家であり特殊家であるというこのボーレズが日本で活躍しておったのですが、やがて彼は日本の中に居場所をなくしていくのです。というのは昭和に入って日米関係がどん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 悪くなっていく。そして昭和16年日米戦争が始まるこの年にボーレズはアメリカの国籍を捨てて日本に帰化するのです。これで私は日本人と運命共同体ですということをね明らかにする。だけどね、いくら共同体だ国籍日本に変えたといっても髪の毛の色、皮膚の色、目の色って変わりませんよね。やがてスパイ容疑を受けるのです。お前も活動するなということで彼は近江八幡から軽井沢に引っ込みまして、夫婦でひっそりとそこで生活する。昭和16年12月8日に真珠湾攻撃で日米戦争が始まる。そして昭和20年の8月15日に戦争が終わるまでの間、スパイ容疑でずっと見張られてる。ところが戦争が終わってしばらくすると、井川忠夫という人物が彼のところに訪ねてくるのです。この井川忠夫という人物は、元総理大臣である近衛文
麻呂の送った秘密の使者であったのですよ。何の用事で来たかといったら、マッカーサー GHQ が日本でこれから占領政策をするが、そのうちの一環は極東軍事裁判です。戦犯として軍部のトップやさまざまな政治家たちを裁くであろうが、この GHQ の考えの中にね、昭和天皇を戦犯として裁くという噂が走ったんですよ。その時に何とかそれを食い止めるために、その前に近衛文麻呂とマッカーサーが単独会談できるように仲介役を果たしてほしいということを頼むためにボーリスのところに行ったんです。でボーリスはね、マッカーサーと会ったこと一回もないんです。一回もないけれども、天皇陛下をお救いせねばと思ってね、横浜に行きましたときに、マッカーサーとは直に会えないんですけれども、バートレットという彼の副官と会うんですよ。そしてこの副官からすごい情報を聞き出すんですよ。日本が特攻隊をはじめとしてね、あんなに死に物狂いになって劣勢が明らかでも抵抗することをやめなかったのは、天皇を神として信じてたからだと。だからこの天皇制を残したままではね、日本を本当の意味で新しい国にすることができないから、天皇制を潰す、そしてこの昭和天皇を裁くためにどのようにしようかということを考えているのだマッカーサーはということをね、聞き出すことに成功するんです。その時にボーリスはね、考えた。どうしたらこれを食い止めることができるか、どのような話を持っていったらこれを克服することができるか、いろいろ考えて、9月12日にボーリズは近衛文麻呂のところに行きまして、そしてね、ある案を授けるんです。何かというとね、天皇ご自身が人間宣言することだったんです。天皇は神秘的な荒人神ではなくて、日本国民の統合の象徴であるということであるならば、マッカーサーは飲むと思います。なぜならばマッカーサーの先祖ってイギリス人なんですよ。イギリスってね、女王陛下の国でしょ、国王がいて、でも自由民主主義でしょ、成り立つじゃないですか。だから天皇ご自身がそのようにおっしゃったら乗り越えることができるという、その案を受けて9月13日に近衛文麻呂とマッカーサーの会談が実現するんです。そして9月の27日に天皇陛下とマッカーサーが直に会って、昭和天皇は、私のことはどうなってもいいから日本国民に危害を加えないでくれということを言うんですよね。きっと自分の命乞いをすると思ってたら、自分の命を投げ出してそういうふうに言ったということでね、痛く感動して考えを変えていくんですが、そこに行き着くまでの間にボーリス、天皇を救ったアメリカ人ということで、上坂冬子さんという保守派のこの作家がね、詳しい論文書いてますよね。僕もそれ読んで目から鱗がいっぱいありました。ところで皆さん、なんで近衛文麻呂はボーリズを仲介者に立てたのか。 100% アメリカ人で 100% 日本人だったからです。彼はアメリカで生まれてアメリカの言葉を話して、彼の受けた教育はアメリカ式のものでありましたから、彼の価値観の中にアメリカがビシャッと入ってる。だけど人生のより多くの部分を日本で暮らし、最愛の妻は日本人で、日本人の考え方がよくわかり、そして国籍も日本人になってるボーリスは今では 100% 日本人ですよ。日米が対立してる時に、この2つを取り持つ仲介者はね、100% アメリカ人で 100% 日本人の人しかない。なぜならば 100% 日本人だからこそアメリカ人に分かるように伝えることができる、 100% アメリカの考え方が分かってるから日本人が納得するような説明をすることができる。こんな仲介者はこの時代唯一でした。敵国と敵国を結ぶための仲介者は暴力を置いて他にないので、仲介者になってくれと頼んだんです。それとよく似てるんです。皆さん、目に見えないこの絶対者である神と人間を結ぶ
ためには 100% 神であり 100% 人であるという仲介者がいたら、それが理想です。その理想を文字通り実現したのがイエス・キリストでした。神が人としてこの世界に生まれてくださった方、救い主イエス・キリスト、そんな方はこの方だけです。なので5節にこう書いてあるんです。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。有能な仲介者がいたら人生は頼もしいですね。その仲介者を私はイエスの中に見た。これが彼女が晩年に至るまで元気であった秘訣の一つなんです。3番目、6節。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。この贖いというのは代価を払って買い取るということなんですね。さあ最後に一つお話をして終えたいと思いますが、実はこの広岡麻子さんは大変尊敬しているクリスチャンが一人いたんですね。それは山室軍平という方だったんですよ。この山室軍平という方は旧西軍日本人第1号の、まあ、伝道者の人なんですね。この旧西軍というのは、まあ、イギリスで生まれたクリスチャンの伝道団体兼近代ボランティア第1号団体、旧西軍、あの社会鍋っていうのは分かりますかね、年末恒例社会鍋みたいなね、あの旧西軍の方々ですよね。この旧西軍が1900年に初めて日本にやってきて最初にしたことは遊郭の女性たちを解放することだったんです。遊郭というのはね、遊女が集まる廓と書いて遊郭、売春屋とか密集しているある地域があるんですよね。でこの遊郭に囚われている人たちは目に見えない鎖でつながれているんです。彼女たちはね、自ら住んでそこに行ったんじゃない。もうこの大正時代ですね、貧しかった時にいろんな飢饉が何かあったりした時ですね、結局娘を身売りして、ね、そして生活をしていくということがあったんですが、身売りって要するに人身売買ですよね。人身売買は明治憲法でも禁じられてるんです。そしてヤクザ絡みの人身売買で身売りしたら、どんなに働いても絶対に返せないアコギな借金システムでそこから逃れることができないんです。でこの憲法にのっとってですね、あなた方は自由になりたければ自由になることができるんだということで、これはですね、遊女たちにはそれ知らされてないんですけどね、この旧西軍の人たちは自らそこから出たいと思ったらね、出れます。そして出るための全ての手続きや必要なことはお手伝いします。出た後の就職口も私たちがお手伝いします。さあこんなところから出ようじゃありませんかというチラシを遊郭の中に入って配るんですよ。でヤクザがそれ見てね、どうぞーって言うわけない。お前俺らの目の前で何やってもう殴る蹴る集団暴行、あまりのひどい臨時に一般紙が同情してね、日本歴史の中で遊女たちのためにね命投げ出して救済するような人たちって今までいたかと。世界でこう日本中からこう注目を浴びるようになるんですが、それでも政府はね何とも動かないんです。ところが事件が起こったんですね。この殴る蹴るの大臨時の中でデュースというイギリス人の旧西軍のメンバーが日本のヤクザにボコボコにされてね、頭蓋骨折られるんです。そして意識不明の重体になります。さあこの時に日本政府がね動いたんですよ。お前なんちゅうことすんねんと。で実はねその時日本の政府が総力を挙げて取り組んでいた問題があったんですね。それはね日英同盟を結ぶということだったんですよ。
皆さん、1900年ってあと4年後何ありますか？日露戦争ですよ。満州までもうロシア来て居座って自分の国に戻る気配がないんですよ。このまま南下していったら日本やられちゃう。だからいずれ日本はロシアと戦わないとダメ。だけどその時に単独で戦っても勝てないので、少なくともやっておくべきことは世界最強の国と同盟関係を結んでいるということです。その当時の世界最強の国はアメリカではありません。イギリスなんです。このイギリスと日英同盟を結びたいということで、まあいろいろ働きかけをしている最中に、イギリスの若きエリートが日本でヤクザに絡まれて頭蓋骨かち割られて、それで日本政府が何も動かなかったら、イギリスの世論どうなるでしょう。反日ですよ。そしたら日英同盟は流れる。ほんなら私は喋りの方になっちゃう。ちょっと早い話が飛躍しました。それでね、政府が動いて1902年にね、もうこの女郎狂わの中から逃げたいと思うものはね、借金あろうが何であろうが構わんと、自由解放はできろという法令を作るんですね。皆さん、2年間で1万2000人が自由になるんです。なんでこんな大きな変革が起きたのか、どうして見えない鎖でつながれている奴隷状態の女性たちが解放されたのか。一人の人が血を流したからです。血の説得力というのはすごいですよ。英国民のエリートが血を流した。これで政府が動いた。それと同じように皆さん、実はね、イエス・キリストという方は今から2000年前十字架にかかって死んでくださった。血を流してくださった。その血を流した理由は一体何なのか。実は私たちが創造主の前で、また人に対して犯した全ての罪をイエス・キリストに償わせるための身代わりの刑罰であったと聖書は語るのです。私たちの全ての過去も全ての罪も全ての悪しきことをイエス・キリストが背負って、あの十字架の上で身代わりの刑罰を受けてくださった。あの十字架こそは私たちの贖いの代価である。で、この広岡さんがね、晩年こうおっしゃってるんですね。最晩年まで全国で講演活動をした方なんですけれども、私はクリスチャンになるまで散々キリストの悪口を言ってきましたが、それは反発していたからではなく、知らなかったからです。偏見を持って聞いていたからです。今年を重ねるごとに希望と平安に満ちているのは、キリストによる罪の許しを確信しているからです。私の元気のもとは聖書に基づいてキリストを知ったことです。9点10期若い時には誰だってできる。だけど年老いて物忘れがひどくなって気力がなえて、それでも9転び10起きってのはね、それは精神力でできることではないと思うのです。彼女の場合、天に父と呼べる神を持ち、強力な仲介者を味方につけ、自分の全ての罪をあがなってくださったイエス・キリスト、死んでよみがえった方、まさに人類の救い主を信じていたということが決定的なことでありました。私たちもこのキリストを知るということ、聖書を知るということが9点10期につながることではないかなと思います。ぜひ皆様もこの方をより一層深く知ってくださったらと願っております。最後までご清聴ありがとうございました。